人類が生きるために必要なもの、うん、やれ水だったりとかいろんなものがあると思うが、はい、そうです。いや声でかい声でかい声でかいよ。ミツバチですね。ミツバチ、人類が必要なもの。受粉花粉をミツバチがやってくれなくなった瞬間に、うん、人類はすぐ滅ぶと言われています。なるほど。そのミツバチが受粉花粉をするときに作るもの、それは一体何か。なんだそう。声でかい声でかいから、マジで。ハチミツですね。ハチミツです。私め、うん、あ、通り過ぎちゃった。通り過ぎちゃった。まだ危ない。まだ危ない。まだ危ない。バカすぎ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 るだろ。まだセーフ。なんだ、ギリギリセーフでした。こちらご覧ください。原宿の蜂蜜。うん、何これ。神宮前ハニーって書いてあると思うんですけど。ここのビルの屋上で養蜂して、実はこの蜂蜜、明治神宮の蜂蜜なんですよ。実は私いただいたことがあって、はい、すごい神聖な味がするんですよ。神聖な味がする。明治神宮の蜂蜜が売ってるんです。こんなところに。上はさすがにあの入れないんですよ。上行ったら蜂いんの。蜂いんじゃない。村井さん、ここやってる。行ってみなよ。え、俺？村井さん、村井さん。いや、行ってみなよ。いや、無理です。いや、マジレスされました。マジレスされました。無理でしょ。普通に無理。そんなマジレスしなくていいんですよ。いや、ボケでいただく。食べてみたくないかい？食べてみたい。蜂蜜ね。蜂蜜を食べてみたくないかい？蜂蜜食べてみたい。蜂蜜はちなみにおいくらなんですか？ 100g 900円。はい。おこれは、うん、混ざり物なしの蜂蜜、うん、はい、よくあの水飴が混ざってたりとか、スーパーで売ってるあの200円300円の蜂蜜とかっていうのは、実際の蜂蜜は本当に 10%15%、 そんな20%で、それも成分見てくるって感じなんですけど、はい、多分 100% 混じりか、ここで買ったことないんで 100% か知らないんですけど、多分 100% です。100%です。多分買ってみて。混ざり物なしですよ。多分 100% の蜂蜜で 100g900 円はめっちゃ安いです。へー、めっちゃ安いです。めっちゃ安い。だいたいグラムあたりで1600円とか1800円ぐらいで純度 100% の蜂蜜は売ってます。へー。地方 そのロープウェイとかいろんなところのお土産屋さんとかで売ってる蜂蜜はだいたいこうやって小瓶で2000円3000円たけ、多分めちゃくちゃ安いです。あんまり詳しくないですけど、多分詳しくねんと。詳しくないことこうやって話せんとかマックスもらえない。詳しくないけど堂々と話してますけど、あの私のこの話は10分の9は多分です。そうです。じゃあもう早く買ってください。買えば分かるんですよ。すごいよ、才能だよ。こんな詳しくないことこんなに自信満々に喋れるなんて。そうだよ。でもそうやってずっとやってきたから。でっけえんだけど。おお。課金使っちゃう。いや、あのガチャ。確定の課金です。確定の課金です。大体そう。すげえ、見て裏蜂蜜産地原宿、うん、明治神宮代々木公園界隈、内容量 100g だから 100% です。おお、見て蜂蜜の色としてこの黄金色の蜂蜜、すっごいトロッとしてる。蜜蜂からのお裾分け、非加熱だから生きてる、爽やかなのに濃厚な味、明治神宮前で収穫する原宿産生蜂蜜。こんなんさ、知らないと絶対買わないでしょ。確かにね、知らなかった。だってこんな、ここ JR 原宿駅の入り口のもう目の前30秒、うん、横断歩道渡ってます、うん、これちなみに結構この地元の民では有名なんです。へえ、うまいです。じゃあ食べてみよう。急にそんなんやんないでくださいよ。初めて見た。村井さんもそんな初めて。これまさかこんな炎天下の中、ハチミツをおっさん3人で舐め合うなんて。プーさんか。どうぞ。え、一番プーさんっぽいから。一番？ちなみに私結構実は食べてる。あ、そうなんですか。はい、実は。ハチミツ。食べたいなぁ。おぉ、あ、二人いる。プーさんだ。ハッチミツ食べたいな。あも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 食べよう。俺見たこ
ないから分かんないんだよ俺。私も見たことない分かんないんだよ。見たことない。見たことないんだよ。食べよう食べよう、早く食べよう。行ったことないから分かんないんだよ。え、もうこうやってつけてゴロゴロゴロってボチャーって取っていく。これわかる、このなんかトロトロやな。トロトロなんですよこれ。てかこれほら気温じゃない。え、あ、そういうこと。熱いじゃん。いや多分ね、もともと、いや蜂蜜って別にだって熱でそんなに粘度変わらないから、トロ粘度が多分トロトロ混ざりっけないからですよ、うん、いいっすか。じゃあまあもしかしシーズンによって蜂もやっぱコンディション変わるから。あ、いやでも確かにトロトロやん。もともと多分トロトロなんだこれ。ほらほら、あ、すごい、こんなサラサラ、トロトロじゃないね、これサラサラだね。そうですよね。いただきます。神聖な味する。これはうまい。僕が人生で食べた蜂蜜の中ではこんなにサラサラな蜂蜜は初めてだ。甘い甘いまあそれは蜂蜜だからっていうのはあると思うけど、甘い。ああ、いや、あのね、蜂蜜の中でもだいぶ甘いんじゃないですか、これ。ほう、あんま見た目そんなね、甘くなさそうですけどね。まあ、ちなみに沼津でも養蜂のおじいちゃんとかたくさんいたんで、めっちゃ蜂蜜頻度高くもらってたんですけど、季節によっても味が違うし、これうまいわ。全然違うんですよ、蜂蜜って。炭酸とかと割って、蜂蜜レモンみたいにしたらめっちゃうまいと思う、これ。レモネード。お、あ、爽やかな。香ばしい、香ばしい。なんか爽やかなね。こってりはしてないよね、うん、なんか爽やかな。後味、スッといなくなって追いかけたくなる味。追いかけたくなる味、うん、それは青春ということか。そうです。逃げていくのかい、蜂蜜が。じゃあお前は捕まえられなかったんだろ。じゃあ村井さん、捕まえてみてくださいよ。追いかけたくなるから。私を捕まえて。甘いな。海辺の蜂蜜だよこれ。私は常に青春している。海辺の蜂蜜って、今の20秒くらいで名言と飛び交ってたな。なんかめっちゃ甘いけど、どこかしらでこう発火感あるよ。なんか爽やか感ありますよ。あ、そう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 、爽やか感スーッとする感じがあるね。これは本当にあのなんつうの、パンに塗るとかそういうタイプの蜂蜜ではなくて、本当になんか液体に溶かして、そうだな、いただくのが一番いいっすよこれ。マジでレモネードとか自分で作ったらめっちゃうまいと思う。マジ同意。蜂蜜サワーだ。そうそう、蜂蜜サワーとか絶対うまいと思う。サラッサラだもん、口当たりも。っていう話でした。今に落ち込まってんですか。落ち込まって投げ出さないでくださいよ。唐突に終わらせない終わらせないでください。もっとなんかさっきの熱量どうしたの。あるでしょ、もっと。いやもう食べていただいたらもうそれが全てだから。まあね、うん、そうだけど、これはもう体験として明治神宮と代々木公園の蜂って大体なんだっけ、半径 1.5 キロぐらいから取るんだっけ。そんなに取るんですか。嘘かもしれません。ググってください。もうこの人の言うことは何も信じないでください。でも自信満々で喋ってるから、はい、半径 1.5 キロぐらいから蜂は8秒蜂蜜は。もう村井さんの言葉は何も信じてない。俺は信じようと思って今聞いてみます。いや取るかもしれない。分かった、取るかもしれないのはダメですよ。蜂は半径 800m から蜂蜜取れてるんですよ。はい、半分じゃん。なんで 800m？ ん、羽の限界値。あ、そうなんですか。疲れちゃうから、もげちゃう、数字言ったら。もげちゃう、もげる。あとは収穫して積んだ時の帰ってくる時の限界距離が 800m。 彼らの運動限界。うん、そうなんだ。さあ、こんな神聖な場所で明治神宮で生まれたであろう蜂蜜を買えるということ自体がまず超エンターテインメントだと思ってるんです私は。はいはい。買えねえじゃんそんな。売ってること今日私が言わなかったら絶対知らないんで。知らない、みんな知らないはずなんで。原宿の伝説。原宿の伝説ですよ。あ、すごい、さらにすごいこと書いてある。なんだここに、小さい文字で音響、モーツァルト、クラシックって。これ、蜂の巣箱モーツァルトかかってるな。本当に。読んでくれよ、書いてある。音響、クラシック、モーツァルト。さっきの味はきっとモーツァルト。え、音響、クラシック、モーツァルト、どういうこと。いや、巣箱の近くできっとクラシック流してる。モーツァルト流してる。本当に。いや、知らん。いや、だから
いや、そう書いてあるんだから、そういうことだ。いや、流してるとは書いてないじゃないですか。音響って書いてあるわけ。モーツァルトを流すことによって蜂蜜が美味しくなるってことですか。ますますね。蜂蜜が蜂が健やかに育つんだ。ああ、それはわかる。で、ノンストレスな状況で収穫された蜜、この味になるわけ。なるほどね、なるほどね。いや、蜂にとってもやっぱりストレスって命に関わりますから。命に関わるんですか。はい、ストレスで人は死にます。はいはいはい、うん、蜂は死にます。死ぬんですね。うん、そうなんだ。それを軽減するためにモーツァルトがかかってる。そういうことです。すごい勉強になるの。うん、このチャンネル本当に勉強になるわ。うん、NHK ですね、これ。覚えていてください。そうっす、 YouTube 界の NHK ですよ。 NHK です。マックスのチャンネルって。え、知らなかったっすか。イーテレ、イーテレと思ってる。イーテレです。だって蜂蜜食う。イーテレです。イーテレですは言い過ぎてくれた。それは言い過ぎすぎです。イーテレ。蜂はみんなストレスで死ぬ。覚えていてください。ああ、ありがとうございます。これはすごいわ。以上です。おち雑なんだよな。